こんにちは、B&プラスの桜井です。今回は 30W ワイヤレス給電システムについてご紹介していきます。こちらのタイプは充電タイプと、もう一つ給電タイプ、この2種類があるんですけれども、今回は充電制御をするこの充電タイプについてご紹介していきたいと思います。まず皆様の中でバッテリー充電を自動化したいというふうに考えたことはございませんでしょうか。こちらの 30W ワイヤレス給電システムを使っていただきますと、非常に簡単にですね、自動充電化をすることができます。そして自動充電化していただくことによって、現場の省人化ですとか、機器の無人運用につなげていただくことが可能です。まずはこちらの機器の3つの特徴についてご紹介していきます。まず1つ目が軽量コンパクト設計。こちらが実際のモジュールの写真になるんですけれども、 80mm×80mm、 そして厚みが 30mm になっています。そして重量は約 300g になります。そして2つ目が IP67 の防塵防水性になります。このような形で水の中でもですね、電力減少することができますので、水がかかる現場ですとか、オイルミストが発生している現場、あとは粉塵が発生している現場、こういった悪環境の現場でも使っていただくことが可能です。そして3つ目が、伝送距離20ミリ、そして軸ずれが最大プラスマイナス20ミリという設定になっておりまして、弊社の従来製品に比べますと、非常に広いですね、給電エリアになっておりますので、幸せが非常にしやすい製品になっております。では実際の製品を使って説明していきます。こちらにありますのが電力を送る送電側、こちらが電力を受ける受電側になります。そして送電側の先には安定化電源がつながっておりまして、プラス端子とマイナス端子に 24V を引火しております。そしてこちらの受電側に関してはバッテリーのプラス端子、マイナス端子の方につないでおります。そしてこの2つが対抗しますと、ワイヤレスで 30W の電力が供給されて、こちらの中で充電制御をして、こちらのバッテリーを充電しております。続いてこちらの 30W ワイヤレス給電システムに関しては、3種類のラインナップが現在ございます。まず1つ目がこちらの鉛バッテリー 12V 用のタイプ、そして2つ目が 24V リチウムイオン電池バッテリー用のタイプ、そして3つ目が 24V のマクセル社の標準パック電池用、この3タイプをご用意しておりまして、それぞれバッテリーに合わせてですね、選定いただくようになっております。でこちらの従来のタイプとこの新タイプを比べていただきますと、その距離ですとか軸ずれ、そしてこの保護機能といった面で非常にですね、充実した機能になっています。続いてこちらの実際の採用事例なんですけれども、特にこういった搬送分野ですとかロボット分野での実績が多くなっております。こういった小型 AGV ですとかロボット、こういったもののバッテリーの自動充電、そして最近ではパレットですとかロボットハンドで無線と一緒にですね、使っていただくようなニーズというのも増えてきております。こちらに関してこの小型 AGV のデモキーを使ってですね、もう少し詳しく使い方に関してご説明していきます。これが、充電ステーションのイメージになりまして、こちらが電力を送る送電機です。これはちょうど鉛 12V 版の 30W ワイヤレス給電システムになっています。でこちら側が、ロボットですとか AGV 側をイメージしておりまして、受電側になっております。で受電側から、鉛の 12V バッテリーにつないでおりまして、そこからこういった各機器に電力を送っております。ちょうど今この鉛バッテリーの電圧が12.79V というところです。で、こういった形で充電ステーションに入りますと、
こちらからこちらに対してワイヤレス給電が始まりまして、こちらの鉛バッテリーに対して、充電を開始しております。で、離れると自動的に充電が止まります。また近づくと開始されます。さらに従来の使い方以外にですね、まあ、新たな VR の需要として、こういった医療用カートの充電ですとか、シェアサイクルの電動自転車に対するバッテリー充電、こういった新しいマーケットでも 30W ワイヤレス給電システムがご採用いただいております。で、 30W という電力帯は高周波用設備申請が不要な電力帯ですので、こういった機器に対しても非常に、まあ、組み込みやすい電力帯になっております。またですね、 B&プラスでは自作対応もしておりまして、例えば、形状変更ですとか、あとは電圧変更ですね、そういった自作事例がございます。で、新分野編というですね、そういった動画でこれらの詳細説明をお出させていただければと思っております。で、改めてですね、この 30W ワイヤレス給電システムを使っていただきますと、まあ、簡単に装置の自動充電化が可能になりますので、ぜひですね、現場の地方巡回ですとか、巡回にお役立ていただければと思います。こちらの製品ですね、ご興味を持っていただきましたら、ぜひ下の問い合わせまでよろしくお願いいたします。